エビバルシェゲナベイベーアロハ。今日の今県ハワイライブです。はい、今日なんですけども2021年5月の31日、5月最後の日ですね。はい、今日ハワイの天気なんですけども、こんなに真っ青で太陽ギラギラで、全然雲もなくてすごい晴れてます。はい、で今日の気温なんですけども28度で、ほぼね今日風がないのですっごい暑いです。はい、もう夏真っ盛りのハワイって感じになってしまいました。はい、じゃあですね、今日なんですが、アラモアナセンター、アラモアナセンターのですね様子をお伝えしたいと思います。5月のこのメモリアルデーなんですけども、3連休になってます。で今日3連休の、ね、最終日なんですね。でメモリアルデーなんですけど、日本語で言うと戦没将兵追悼記念日というそうです。はい、まあだから日本でいうと何ですか、戦争で戦死された、はい、戦士の方々ですよ。はい、はい、そうですね、はい、あの戦没した記念日って感じですね。はい、はい、あそっちの方の言い方の方が簡単か。はい、ということでアラモアナセンターちょっとゆるゆる行ってみましょう。はい、で今日なんですけどもね、果たしてハワイのローカルの人たちの方が多いのか、それとも観光客の人が多いのか、そんな感じでちょっとゆるゆる歩きながら見ていきましょう。で新しくオープンしたお店なんですけど、ここほら正面カハラですね。アロハシャツで有名なカハラがオープンしてます。でここにカハラがあって、そこにレインスプーナーがあるということで、はい、激戦区アロハシャツですね。まあ逆に言うとアロハシャツ好きな人はどっちかで買えばいいのかなみたいなね。はい、ということで相変わらずアップルストア混んでます。結構ね、やっぱりどうなんでしょうか、ローカルの人の多い印象ですかね。観光客の方が多いですよね。ローカルですね。ローカルですね。ただですね、ニュースによりますと4月にハワイを訪れた観光客は48万4千人を超えてるそうです。でしょうね。すごいですよね。でその数字なんですけど、ロックダウンの始まった去年の4月と比べるとなんと100倍以上の人が来てるそうです。そ, うです、まあ、それはそうですよ ね, すね、ロックダウンしたからね。あそう、ちなみに今日奥山県は声だけの出演です。はい、はい、ということで新しく開いたお店この辺だとさっきのカハラぐらいかな。はい、お店が閉まった情報は今県ハワイはポジティブな情報を扱いたいんであんまり言いません。はい、まあ、長いわけでアメリカ本土からの観光客の人もいますね。でですね、2019年の4月はい、このパンデミックの前に比べると85万人の人がハワイをその時訪れたそうなんですよ。だから、2019年が85万人で、この2021年が48万4千人、まあ、大体まあ6割ぐらい戻ってきてるかなって感じですね。はい、なんかジンバルを持って撮ってる人がいて、今すれ違っちゃいましたね。アメリカ人っていうか、アメリカサイドの YouTuber ですかね。はい。やっぱりね、はい、こんな感じです。いやーけど昔に比べるとこのねセンターコートのところとかすごかったですもんね、人がね。やっぱりこのぐらいですかね今はね。はい、で今時間なんですけど、このですね時計見ていただくと分かるんですけど、ちょうどね夕方5時前です。夕方5時前にちょうどアラモアナセンターにいたっていう経験のある人多いと思うんですけど、人数このぐらいですからね今ね、こんな感じ。これでも見えますよね。はい、でね、なんかワイキキよりもマスクしてる人がすごい多いですね。おそらくやっぱりローカルが多いんですか。ローカルの人はマスクしてるよね。アメリカ本土の人は今結構してる人多いね。もう、はい、9割してないです。はい、ということでここでじゃあちょっとフォトジェニックしてみましょうか今現ね。イエーイ。
一人やってると情けないね。はい、じゃあどんどん行ってみましょう。はい、じゃあハワイはですね、そうやって観光客の人たちが戻ってきて、去年の4月ロックダウンの時と比べると100倍以上の人が来てるっていう計算になるんですけども、一方じゃあアメリカ本土はどうでしょうかっていうことでちょっと調べてきました。はい、アメリカ本土なんですけど、はい、このメモリアルデーで、はい、いろいろですね、車で80キロ以上、はい、だから自分が住んでるところから80キロ以上こうやって、はい、まあ半径っていうのかな、はい、まあいいんですけど、とにかくそう80キロ圏内を出る人たち、はい、あ、出る人たちね、はい、近場じゃなくて80キロ圏内を出る人たちの数なんですけど、はい、全米自動車協会って AAA っていうのがあるんですよ。はい、それがね、日本でいう JAF っていう組織みたいなところなんですけど、そこの発表で言うと、はい、3700万人がアメリカ本土は動いてる。やっぱりあれですね、はい、なんで人と触れ合わないで旅行しようとすると、はいはい、車運転しても、はい、自力で行くってことですか。そうです。ただね、その3700万人のうち車で動いてる人たちが3400万人なんです。だから300万人の人たちは飛行機とか使ってるかもしれないね。ただ車に乗っては3400万人ですから、はい、すごいですよね、この数字もね。はい、はい、でね、このその3700万人って数字なんですけども、パンデミックで落ち込んだ去年のメモリアルデイウィークエンドから比べると 60%、 1.6 倍になってるそうなんですよ。はい、はい、ですからハワイの100倍と比べると 1.6 倍って言ってアメリカ本土はって感じなんですけど、まあアメリカ本土はね、ロックダウンそんなにしてなかったですからね、去年ね。ということでやっぱハワイの100倍っていうのはすごい数字ですね。はい、はい、このピンクとかね、ビクトリアシークレットは開いてるんですけど、ワイキキのビクトリアシークレットは閉まってますからね、ずっとね。はい、はい、ということでこんな感じです。すごいな、アラモアセンター空多いよね。はい、あ、こっち側行ってみましょうか。セブンフォー35ドルっていうのも安いんですか。はい、安いんですか。はい、はい、分かってます、何が安いのか。いや、ちょっとな、まあ女性のそういうものなんで、はい、まあそうですね、はい、はい、ということで、はい、こうやってですね、やっぱ入場制限してやってますね。はい、このけどディスプレイはずっと前から変わってない気がしますね、はい、結構変わってないですよね、このディスプレイ。ワイキキでも使ってましたよね、これね。っていうか、パンデミックの後、はい、この PR のやつを変えてないです。ああ、そうなんだ。はい、去年と一緒ですけど、おととしと一緒です。はい、そうっすか。お、このお店、ジャムズワールドこっちに移ってきたんですね。ジャムズワールドってほら、昔ルイ・ヴィトンの、なんていうんですか、山側の方にあったじゃないですか。はい、壁がすごいね、これね。見えますか、お店の奥。あれ、書いてあるんですよね。結構かっこいいですね、これね。はい、ということで、皆さんが戻ってくる頃にはきっといろんなお店がまた変わってるでしょうね。このお店もね、あれですよね、新しく開いてますよね。はい、はい、でせっかく調べてきたんでね、今県言わせてほしいんですけど、アメリカ本土の人気の旅行先、はい、人気の旅行先は何てですか。はい、どう思いますか、奥山県。フロリダ。フロリダ、当たってますね。はい、オーランド。オーランド。だからディズニーワールドのところですね。はい、でディズニーワールドは結構なんかね、日本と比べて、日本どうなんだろう、入場制限してんのかな。アメリカは分からないですけど。入場制限してます、はい、はい、こっちはなんか結構空いてると思うんですよ。空いてるっていうか、どんな感じなんだろうね、分かんないけど。とにかくフロリダ州のオーランドと、もう一箇所、もう一箇所、はい、ラスベガスですね。あ、はい、ラスベガスとフロリダ州オーランドが人気だそうです。はい、ディオール、結構ここスーッと歩いてきちゃうと早いですね。はい、
で、このなんかここでみんなお休みしてる人が、皆さん経験のある人多いと思うんですけど、やっぱりメインランドの人がこの辺は多いかな。ブルーミングデールがあるからですかね。はい、ブルーミングデールアメリカ本土だとすごい有名ですからね。はい、はい、じゃあせっかくですからノードストロームの前まで行ってみましょうか。はい、はい、すごいな。なかなか人戻ってきてる感すごいですね。やっぱね、今日だけど5月31日で終わりだもんな。明日から6月って、もう日本は6月1日になってると思うんですけど、もうだってもうすぐ半分経っちゃいますからね、今年もね。半分終わります。半分、そうですね、半分。いや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 、お、セグウェイのセキュリティかっこいいですね。ちょっとじゃあユニクロの前に撮ってみましょうか。はい、ユニクロなんですけど、結構ねハワイではい、ヘザーブラウンのコラボです。日本もやってるんですね。そう、やってるんですか。わかんない、やってるんですね。どうですかね。はい、わかんないんでコメント欄書いてください。お、これキッズのやつ9ドル90とかなんですね、これね。なんかこのキッズの頃マネキンがすごいなんかドヤ顔っていう感じで、すごいなんかドヤって感じでしたもんね。なんか体勢がね、こっちの少年の方がなんかね、ちょっとなんか遠慮がしにこう面白いね。はい、ニューアライバルということで、はい、店内いろいろねあるんですけど、はい、店内飛ばしましょう。はい、このジェラート屋さんも人気ですよね。はい、ノードストロームやってきました。はい、ということで、じゃあこれ折り返していきますか。はい、そうですね。本当に上から行きますか。はい、アロハということで、はい、これまた自撮りしてみましょうかね。はい、それ買わせたら、イエーイイエーイイエーイ。はい、ということでアロハの王から顔出すんじゃなくて、いや、あれはちょっとダサいっしょやってみます。じゃあ怒られそうですね。あれ乗っちゃいけないんですよね。どうなんだろうね。でも、あ、乗ってる乗ってる乗ってますからね。ちょっとじゃあ滑り止めがついてますもん。滑り止めが、はい、わかりました。じゃあやってみます。はい、はい、すごいですね。なんか体張ってますね。はい、ちょっと目が引きつってるところがポイントですね。大画面テレビの方は今現の目が見えません、ね、きっとね。はい、ザラはねどうすかね。結構人気出てる。はい、そうですよね。はい、ということですね、アラモアナセンターざっと来てみましたが、どんな印象ですか、沖縄県。もうほぼお店オープンですね。ほぼお店オープンね、はい、本当に。はい、そういえば白木屋ですよね、白木屋は。はい、ということでちょっとですねナイスなタイミングで白木屋っていう名前を出していただきましたね。はい、じゃあ行ってみましょうか。はい、はい、一応去年のニュースでは今年の9月まで開きませんなんて言ってましたけど、ニュースで、はいはい、新聞で、はい、実際でも今なんか怪しいな、はい、なんかこれホノルル空港に到着してあ、そう、入国に向かってるぞみたいな雰囲気のエスカレーターですね、これね、はい、結構長いんだよね。なんかハワイに住んでるとエスカレーターってそういうの乗りませんよね、あんまね。乗らないですね。あー、でもロングストラックで乗るか、しょっちゅうね。しょっちゅう、はい、おお、白木屋だ。そうですね。じゃあ予定通り9月まで開かないってことですね。すごいですね。赤い提灯がなんかね、ちょっと寂しいですね。寂しい。ああ。うわ、この白い提灯もちょっと寂しいですね。それ考えるとなんかこの正面のフードランドは結構人入ってますね。入ってますよ。はい。すごいですね。はい。はい、じゃあ
上りのエスカレーターやってますか。これあのこうなんか目線で、そうです、目線で押したから。どうなんでしょう。え？楽天ラウンジは開いてるんですかね。結構ね、なんかあれですよ、ロックダウン終わった直後頑張って開けてたらしいですけどね。はい、はい、ちょっと分かりません、はい、どなたからのコメントでお待ちしてます、はい、あるよね、すごいですね、エスカレーターだけ映してると全然面白くないですね。上がってる感がないよね。この辺からこう、こう、それなんか犯罪者みたいな。そうね、なんかね、盗撮みたいな、盗撮みたいな、ね、やばいね。いいね、なかなか今日送りまけんね。はい、じゃあですね、皆さんのためにですね、もう一個サービスということでですね、はい、もう一回エスカレーター乗ってみましょうか。私の行きつけで、私のお気に入りのコーヒーショップがあります。そうですか。はい、はい、さすがね、ここの角度もちょっとやばいわね。それはちょっと、おかしさも一緒の方がいい。ちょっとやばいよね。ちょっと捕まる。捕まりますね。いやー、そこがすごいたくさん、やっぱこうやって見てるとみんなくつろいでるね。芝生が人工芝だから、はい、多分なんか気持ちじゃないですか。あー、そうね。意外とハワイの公園で寝っ転がったらゴキブリになんか離れたっていう人いっぱいいますよね。はい、ここです。あ、ここね、はい、いつもアクアブルーハワイ、みんなと集合、友達と集合するのはここです。あ、それはこっちか。こっちか、アイランドブリューか。はい、ここで集合です。すごい人気です。はい、はい、これあれですよ、あのどこでハワイか、なんでハワイ海のあっちの、はい、マリーナ、はい、あー、ハワイ海のマリーナのとこ、うん、あそこにも、あそこが本店でしたね。そうなんだ。はい、ということでですね、じゃあ最後はですね、空の見えるところで終わりしましょうか。はい、はい、こんな感じです。はい、どこまで回るんだって感じなんですけど。はい、じゃあですね、今日はじゃあ単純にアラモアナウスセンターを散歩して、はい、メモリアルデイウィークエンドの3連休、はい、みんなどんだけ人手が出てるか。そうです、みんなお買い物、はい、でローカルの人の方が結局多かったです。そうです、そうですね、はい、意外と僕は今県、アメリカ本土からの観光客の人がメインランドからの人が多いかなと思ったんですけどね。あ、なかなかね、あれですね、やっぱり、はい、やっぱ外気の方が多いですよね。そうですね、旅行者の方、まあ、アメリカ本土の方が買い物安いかもしれないし、ね、どうなんですか、わかんないですね。そうだね、税金安いんで、ハワイの方が。そうだね、半分だったり、はい、半分以下だったりするじゃないですか。そうだね、はい、けど今県たちはアメリカ本土行くとアメリカ本土で買うよね。あっちの方がやっぱちょっと物価少し安いよね。安いです。はい、はいはい、ということで、なんかオープニングコールじゃなくてエンディングコール言ってないですけど、はい、いいですか。はい、はい、皆さん今日も最後まで見てくださってありがとうございます。 Thank you so much, マハロシェゲナベイベー。 Thank you so much, マハロシェゲナベイベー。バーイ。